ワンダルベリーにあるハカゴドルフィン・アラビアン、またはゴドルフィン・バルブはサラブレッド三大子孫の一頭、遺伝的にはサラブレッド最大の創始者。伝説的な生涯が伝えられており、その馬性は小説にもなった。近年の Y 染色対派プロタイプの解析によれば、ゴドルフィン・アラビアンは実際にはターク種であった可能性が高くなってきている。同様の SNP を持つ馬は、 アハルテケで81%だが、アラブ種やバルブ種では見つかっていない。ゴドルフィン・アラビアンは三大子想の中で最も遅く、1729年にイギリスに輸入されたとされている。しかしその生涯について信頼できる資料は少なく、かなりの部分が謎に包まれている。肝心のジェネラル・スタッドブックも死後40年が経過して書かれており、すでに創作が入っているとされる。 いろいろな書籍で伝えられる、生涯の中には明らかに辻褄の合わない箇所もある。これらをアメリカの作家マーゲライトヘンリーがまとめ、1948年に名馬風の王として出版している。現時点で明確であるのは、1724年頃の生まれ、猫好き、黒影馬でチュニスからフランス経由でイギリスに渡る、種ボバとして成功し、 おおよそ90頭の子を残した後、1753年に死亡。墓は現在でもゴグマゴグ丘陵にある。元の呼び名は不明だが、いつの頃からか、最後の所有者だったゴドルフィン・ウンク、フランシス・ゴドルフィンの名を取って、ゴドルフィン・アラビアンと呼ばれるようになった程度である。サラブレッド三大子孫の一頭とされるように、現在でも、不景子孫が残っている。 サラブレッドに占める割合は1850年以降常に10%を下回っているが、かつて18世紀中頃は50%を上回っていた時期もあった。不景に限定しない総合的な影響は、サラブレッド子想の中でも抜けて高く、サラブレッドの遺伝子プールの13.8%は、ゴドルフィンアラビアンに由来する。これは2から4位のダーレーアラビアン、ルビーメア。 カーウェンズベイバルブの3頭の合計に匹敵する。対抗は15ハンド説が有力だが、14.2ハンドという記述も見られる。品種や記事についてもはっきりしたことはわからず、シリアやイエメンさんと言われていることと体の特徴から、一般的にはアラブ種とされているが、ゼネラルスタッドブックにはバルブ種と記載されており北アフリカさん、モロッコさんとの説もある。ゴドルフィンバルブという呼び名は、 バルブ説に由来する。生まれた当初の名はシャムだったとされることが多い。その後北アフリカの現地にニジアにあるチュニスからフランスに渡った。アラブの名馬でもあったシャムは植民地からの献上品の一つとしてフランスを売るい15世に献上された。しかし長旅で痩せこけたシャムを国王は気に入らなかったらしく、その後イギリス人のエドワードコークの手に渡った。この経緯には 謎が多いが、一説には、パリで山水車を引いていて、たまたま通りかかったコークの目に止まり変われたとされる。イギリスに渡った後は、エドワードコークの下で、主に乗馬、当て馬として使われていたが、ホブ・ゴブリンがロクサナとの種付けを嫌がったため、代役として、ゴドルフィン・アラビアンを代わりに種付けし、メイバラスト・ケイドが生まれた。ホブ・ゴブリンとロクサナを巡り格闘し、 勝ち取った話も伝わっている。どちらにせよ、最初の後輩で、フライング・ジルダーズ以来の名馬と言われたラスが生まれ、次に生まれたケイドは、3区にマッチェムを出し、後世に血を残した。1733年にはコークが死亡したため、ロジャー・ウィリアムズの手に渡ったが、最終的には、ゴドルフィン伯爵が購入した。ラスとケイドを出した結果、ゴドルフィン・アラビアンは、 その後、守母場として徴用されることとなり、生涯におよそ90頭の産句を残した。父方直系子孫は反映していないが現在でも残っている。親友は右上の絵画にも描かれている猫のグリマルキンであった。ゴドルフィン・アラビアンはとても気性の悪い馬だったが、このグリマルキンだけには心を開いていたという。ゴドルフィン・アラビアンの死後、グリマルキンも後を追うようにして、 すぐに死んだ。これにも逆の話が伝わっており、先に死んだのはグリマルキンの方で、ゴドルフィン・アラビアンは以後猫が大嫌いになったとされる。1753年にゴドルフィン伯爵のゴグマゴグ牧場で死亡29歳の長女だった。墓は現在でもゴグマゴグ丘陵の地方公園に残っており、掘り出して DNA の調査をするという話もあった。 ゴドルフィン・アラビアンは多くの名馬を排出し、名守護馬であった。孫にマッチェムが出て大繁栄したが、その後へロド・エクリプスの登場に伴い衰退した。子孫についてはマッチェム系を参照のこと。ありがとうございます。